反対側通るか。さっきの湯は真ん中通ってきましたからね。今度ずっと右に曲がって帰りましょうかね。はい、芝桜が咲いてますね。こう芝桜じゃもうこれ分からんけど、氷炭型なんてね、これこれは広いですわ。で、ここ駐車場や、これこれこれ広い駐車場なんだ、これ。ここもパッと見て300台ぐらい止まるね。止まってくるのは数えるくらいやけどね。この下にここは堤防になってる。これがね、高さがね、あれは。はい、ここに。あら、この昼がね、そこから上がってくれてな。おお、水があります。水出るかね。魚じゃないの、なんだろうな。はい、出てきなはれ。取るからよ。あ、出てきた。なんだあれは。見えないな。なんでしょうかね。巨大なね、黒い影が見えんだけど、この辺に見えんだけど、巨大な顔、すごい巨大がこっちに来てるけど、どこ行った？あ、右に行った。なんだろうあれ。神殿の海でございます。バラにずっと歩いていったらね、池に近くなるんやけど。暑くてね、バラも、はい、もう満開の時期終わったんでね、きれいだったんやろね、これ。この付近だけでもバラ園、うわーっと、すごいこと。バラ園だ。あ、これやな、これ見たよ、向こうから。はいはい、これこれ。何なんでしょうね。遊歩道？しか上に上がるような感じじゃないね。ずーっとバラがずーっと続いてます、バラが。これがなんか気になってきたんやけどね。はい、こんなとこずーっと向こうで、これメートル以上だよ。これこんなやつが、でよくこんなやつがです。あっという間に追いこだ。